ペンタに飽きた方はこのスケール弾いてみて。アデル分割、今回ドリアン編です。ドリアンって言われてもいけない、困りますよね。でもご安心ください。普通のペンタトニックスケールに音を2個加えるだけです。この場合 Am ペンタです。これに C の音とファのシャープを加えます。こうじゃなくてこんな感じで、ここもこうじゃなくて C ファのシャープ、ここにも C あります。でバックに Am のコードを鳴らして C に Am ペンタでアドリブすると、かなりブルージュな感じになっちゃいますね。でそれを出したくない時とか違う方向に行きたい時にこう、こんな感じでドリアンが使えるんですね。でおしゃれになる理由としてはね、この足した2個